どうも皆さんこんにちは。こんにちは。つけです。アップバンクストアの伊沢です。はい。はい。私来たということは、あれですね、お待たせしてました。サンプル？お待たせしてました。サンプルが来ましたよと。来ましたよと。ああ、ついに。ちょっと僕なんだ元気なかった。結構いいのが来ましたよと。はい。はい。いい感じでした。いい感じのが伊沢さん的に。いい感じの来ましたよと。ちょっとね、期待してます。いいっすか、もう見せちゃって。はい。どんなものが来たかっていうと。あ、じゃあまずちょっとおさらいしましょうか、前回の。前回何決めましたっけ。前回は、はい、重さと色、うん、色そう、はい、結構ね短期間でこれ用意するの大変だったんですけど、両方一応再現してみました。早い早い。で、じゃあ物見せちゃいます。はい、どうぞこれ持ってみてください。これいいっすね。半端ない。ちょっと拡大でちょっと見せる。ちょっとこれ明るさはね、ちょっと反射であれなんですけど、ちょっとよくわかることわかんないですけど、明るさがめっちゃこう光が当たってる分ちょっと明るく見えちゃってるんですけど、非常にメタリックな感じで、こうこのぐらいがいいかな、見えるかな。おお、めっちゃ綺麗な、めっちゃいい色出てますね。めっちゃ色出てる。青は非常に僕が前言ってたやつ、前言ってたやつ、これこれこれね、付箋貼ってあるから大丈夫。これこれ、はい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 、これ。おーおーおー、近い。あ、でもやっぱりあれですね、暗くなる分、うん、よかった。ちょっと明るめの青を選んでてよかった。今の本当に映ってる画面だと光が当たってるからすごい明るく見えるけど、でもぴったりぐらい近いんじゃない。そうですね、近いですね。めっちゃいいじゃん。ただメタリック感がある分、ちょっとシックですね。シック、はい、いいですね。次は赤。はい、赤っていうかちょっとピンクっぽいかな。はい、そうですね、はい。おー、近い。いいね、いいね。近いね。近いですね。近いね。近いというよりほぼ一緒。いいじゃん。一緒というかあれですかね、本当にこれにメタリックさを加えた、うん、これにメタリックっていう感じだね。いいですね。がまず色どうでしょう。いや、いいですよ。スケパイセン非常に無駄なところがないというか、あとやっぱりね、スーペンのいいのはね、うん、本当に邪魔なところを削ぎ落とした、はいはい、必要なものだけをこうやってる感じ。なんかこう何もデザインがなかったりとか、 そうね、そうね、そこがいいんですよ。これはもうシンプルイズベストですか。はい、そう、シンプルなのが僕好きなので、はい、あとじゃあもう一個見てほしいところがありまして、ちょっと、ね、はい、開けてもらっていいですか。はい、はい、見比べてほしい。これがいつものスーペンの色。全然違う。ちょっと見て。これいつも使ってるんでわかるんですけど、全然太さが違います。これどうだろう。わかるかな。わかるかな。めっちゃ違いますよ。これこうすれば。わかりますか、これ。これちょっとだけわかるかもしれないんですけど。全然太さが違うんですよ。ああ。全然というか。先端の太さがね、こうしてちょっとだけ出てるのが分かりませんかね。分かんない分かんないな、それ。こうして見ていただけると分かるかもしれないんですけど、はい、分かるね、それ分かる。こっちの方が圧倒的に太いんですよ。髪髪青の方が先端が太いですよね。太くなってる。でここで重さを実は調整してます。へえ、めっちゃね、いい感じなんですよ。下に結構もうどっしりきますよ。本当に前の重さと正しいから、ちょっと一回比べてもらって、これ前の重さ、はい、18.3。大丈夫です。大丈夫、一緒です。よかったよかった、みんな一緒ですね。なるほど、はい。どうですか、この出来は。予想以上でした。予想以上。いや、この色がいいとか言ったはいいものの、はいはいはい、スーペンにしたら実際どういうものが届くのか分かんないじゃないですか。そうですね、やっぱりそうですね、どういう色になって、どういうデザインになってこう手元に届くのか正直分かんなくて、確かに確かに、期待はしてたんですけど、はいはい、イメージが分からなかったんですよ。なるほどなるほど、はい、ただそれでいいですね。いいですね。非常に何ていうか高級感のある、かっこいいかっこいい、はい、ものが来て満足しております。これじゃあいいですか。これでいいですよ。もうじゃあこれでちょっと進行しますんで、お願いします。ぜひぜひぜひこれで。ありがとうございます。多分非常にいい色ですね。
両方。でもさ、なんかさ、やっぱ赤好きって言ってたけど、青似合うよね。青、まあ、今の服にもぴったりだし。あ、確かに伊沢さんはマックスマイ美味しいサイダー、先はこういう感じで美味しいサイダー、美味しいサイダー、これ非常にいいですね、うん、あの赤と比べると、うん、うん、赤もいいですよ。赤とかさ、ほんと女性ぴったりじゃないですか。これそうですね、女性もいいですし、うん、男性も良さそうですよね、うん、非常になんかこれあんまり性別を問わないようになってるんじゃないかな、はいはい、デザイン的にもね、はい、思います。ありました、これはいいですよ、非常に嬉しいです。ありがとうございます、はい、じゃあこちらでちょっと予約解消するんですが、はい、お届け時期もう一回ご案内します。はい、一応 OK だったということで今すぐ連絡します。中間寺さんにちょっと作ってくれって、作ってください、ぜひ。なんとか頑張って9月の下旬でいけると思うので、はい、それで予約開始させていただきます、はい、価格は実はちょっといろいろ加工した関係で少し上がります。はい、はい、3500円、3500円、3500円でこちらを販売させていただいたので、はい、皆さんぜひ予約よろしくお願いします。ぜひね、これはあれです、おそらく他のスーペンよりも一番パズドラがしやすいようにできたんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひ、ね、カラーバリエーションもね、黒、ゴールドと、まあ、ここから、まあ、青と赤にちょっと増えるっていうところもあって、お好きな色をぜひ選んでいただいて、はい、そうですね、あと皆さん先端ももちろん変えることができますので、既存の変えるセットここにいただければできます。はい、はい、まあ、ここもいいとこなんですよね、ペース変えれば、うん、ずっと使っていけるっていう。そうね、あ、そう、こせてどれくらいのペースで変えてるの？僕は1ヶ月から1ヶ月半で変えてますね。早いね、はい、早いね、できれば1週間に1回変えたいぐらいです。わかりました、ちょっとペン先の頑張るセットもちょっと頑張ろうかなと思うんで。本当ですか？ちょっと待っててくださいね、それは。それはまたご案内するんで。お？交互期待。僕ほんと定期購入したいぐらいなんですよペン先に関しては定期購入ね、定期購入制度はアップバンクストにちょっと変えたいなと、はいはい、わかりました。じゃあちょっとこちらぜひ皆さん予約お待ちしておりますので、ぜひぜひ、はい、こちらを見て いいなと思った方はぜひ、予約ですっけ、予約9月下旬なのでね、うん、なので1ヶ月ぐらい先かもしれないんですけども、はい、いい商品になっていると思いますので、はい、ぜひ予約してお待ちください。お待ちください。それでは、次はね、なんですかね、もう完成品が届いた時になるのかな、完成品が届いて販売イベント、はい、販売イベントってなんかさっき言ってたけど。誰がですか？うちの社長が安田さん言ってたけど、スープにスリスリしたい。どういうことですか？このスープにスリスリしたいらしい。そういうイベント、はい、じゃあぜひね、販売イベントがあるのかということで分かんないですけど、はい、ただ本当にいいものになってるっていうのは間違いないです。あ、それ自信持っていいですね。はい、もう自信持っています、はい、これは正直想像以上でした、はい、以前言ったような自分の言った要望をそのまま持ってきていただいたので、うん、間違いはないですね、はい、ぜひ、まあ、パズドラには特化させてます、うん、間違いなく、ぜひ、ご購入ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイ、はい、どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらスマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしくお願いします。